はいどうも、カタケンです。今回は親戚のおばあちゃんに2本頼まれました。両手羽に柳包丁。柳の方はまあ切れ味はな落ちてるんですけど、形状にそこまで問題はないので、まあ、普通に研いで刃をつけていこうかなと。問題はこっちなんですが、でっかい刃こぼれ、切り刃の厚みがすごいんですけど、ここだけないんですね。薄い、すごいここが研がれてるのかな。だから、よーく見るとここもへこんでますし、ちょっと顎もない。作ってる人が作ってるおじさんなんで、まあまあその辺はいいとして、とりあえず一回荒砥で成形してみて、砥石の当たりとかを見てみて考えるかな。どうなんだろう、これこうやって刃元ばかり研いでんのかな。すごい変な形。砥石とかの当たりを見てみます。どうしてもすごい時間かかりそうだったら回転砥石かな。では研いでいきます。